NR 牧師シアターにご来場いただきましてありがとうございます。公演が始まる前に私たちからのお願いです。公演中の座席の移動、交換、座席から次の乗り出しや周りのお客様にご迷惑がかかるような行為はご遠慮ください。はい。椅子席での改造ピアライト、自作ライトの使用は禁止します。使用された方は立ち見席で使用をお願いします。はい。椅子席で使用されていた場合は係員の点検回収いたします。ご了承ください。はい。劇場内およびボックスタウンの座席内は全面禁煙、飲食禁止となっております。飲食される方は劇場エントランスまで飲食を行ってください。はい。また劇場内では携帯電話の電源を必ずお切りください。はい、はい、劇場内でのバッテリー充電を含めた電話機器操作もお断りいたします。はい。公演を行っている劇場内は全ての録音、録画機器、撮影機器での録音、での録音、撮影を禁止します。トイレなどで一時退場するときは退入需要スタンプを手に置かせていただきます。劇場入り口スタッフまでお申し付けください。はい。退入需要スタンプを使っていた場合、退入需要ができない場合がありますのでご注意ください。はい。何かご不明な点はお近くにお近くのスタッフまでお確認ください。はい。本日のかけ穴はみんなの元気の源をリサやことを深谷でした。公演で150回を迎えます。おめでとう。
全体が好きな中学2年生13歳ゆっきーこと中澤ゆきです。よろしくお願いします。はい、行きます。くめ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 いざとー。ありがとうございます。いちゃんいちのビタミンガール美白キャプテンくめちさとです。よろしくお願いします。スタート。はい、涙を笑顔に、笑顔を元気に、元気をみんなに、みんなの元気の源、みさやのことを深掘りするです。よろしくお願いします。私のものは私のもの、あなたのものも私のもの、あなたのハートも私のもの、みんな私についてきます。19歳モンチーこと松崎彩香です。よろしくお願いします。はい、メロンパンみたいにあなたを甘くさせたい。16歳高校2年生あんちゃんこと吉田里奈です。よろしくお願いします。あれのことデスクトップ
ってるんですか。教えていただけるとありがたいので、ぜひ教えてください。お願いします。はい、それでは続いての曲にしたい
来てますみなさん。来たね。来たね。でも、久米さん
した。マユ？同じ年です。なんか久米さんは、あ、久米は？
杉彩花さんの150回記念公演となっていますので、はい、皆さんぜひお越しください。そして29日祝日も劇場で通常公演がありますので、はい、皆さんぜひお越しください。そして5月2日もこの劇場でアイドル前夜祭が行われるので、皆さんぜひそちらの方にもお越しください。はい、そしてその次の日5月3日5月4日は、私たち今年も、博多どんたくん港まつりに出演させていただきます。ぜひ皆さん、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん、ゴールデンウィーク私たちと一緒に過ごしましょう。そして次の日5月5日は、私たちここで通常公演を行い、次の日は通常公演と、夢タウン大分別府の方で、イベントを行いますので、よかったら私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、私たち福岡カーベイガールズの方は4月29日はですね、サッカーの試合の参戦と、そして5月1日は博多駅の1日駅長、そしてなんと博多どんたく港まつりでは福岡カーベイガールズのなんとオリジナル曲をお披露目します。はい、ぜひそちらの方にも来てくれたら嬉しいです。はい、はい、すいません、なんか私からの本当にお願いなんですけど、ですね、チラシ作ったりとかポスター作ったりとか一生懸命看板娘になるためにここ2週間3週間ぐらい本当に頑張ってきたんですけど、正直不安とか進路を背負ってるので本当に不安でいっぱいなので、皆さん友達とかやっぱりおそらく限られてるので一人一票ということなんですけど、友達とかにもしよかったら広めてくださったり、そして今日は明日あるので本当に皆さんの一票一票が大きな戦いになってきています。なんとしてでも勝ちたいので、ぜひ無料ブブタスアプリ、あ、無料アプリブブタスから A ちゃんの青木翼に投票してください。お願いします。はい、皆さん投票しましょう。はい、はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました
か、ちょっと皆さん。いやあのね、そう、最初1回目声の時髪を持っとったっちゃんね。次のあの、なんどのくらいもう、別に3曲、最初の3曲歌った時点で全部崩れてきてやばい、これ最後まで持たんと思って一生懸命は、それでも頑張ってたよ、髪でも結局、やっぱメンタルの方が激しいやん、踊りが。それでバーって全部落ちて急遽結んで出ることになって。かわいいよやめてくれFuka. Fuka. Fuka.
かを裏が表はしないんじゃない？あ、グッパで別れましょうじゃない？え、クッパ？グッパ。グッパで別れましょうって言ってます。それも短い。違う違う、なんて言う？グッドパーで別れましょう、別れましょうみたいな。一緒一緒、グッパで別れましょう、ショーショーってね。ショーショーショー。私はグッパーで別れましょうって言ってますね。へぇ、すごいね。すごいね、ほら、こんだけね、近い地域におるのにこんな違うんだよ。不思議だねっていう、方言の今日は話し合ってますけどね。一人一人違うかもね。じゃあなんか機会があったらみんなの友達とか知り合いとか聞いてみて面白いね。はい、ね、ということで、はい、アンコールありがとうございます。はい、アンコールの曲は私たちの4枚目のシングルのエボリューションだ。そしてそのカップリング曲のハレイのジェネレーションです。まずはエボリューションだ、聴いてください。I'm not afraid to die.
もっともっと TBS さんなので全国に広まるチャンスなので、皆さん本当に今日明日と青木翼に清き一票お願いします。絶対するー。はい、では最後最後までわからないということで、まだ多分ダウンロードしないけど今日投票しない方もいると思うので、ぜひぜひ今日寝る前に必ずダウンロードして投票してから出てください。明日も、私たち公演があります。そして先ほども言ったんですけど1回目かな、彩香は 150? 1回目に、彩香は150回記念公演になりますので、ぜひぜひ皆さん、ね、せっかくの150回なので彩香をお祝いしに来てください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。写真購入の希望の